福崎の観光交流センターですね。もち麦の山や館から近いですけど、こんなんができたんやね。駐車場結構広いですね。なんかバスも止められるみたいになってね。妖怪用行ってました。あ、サイクリングもできるんや。自転車置いてあるわ、ね、なんすかこれ。別品の妖怪やね。福崎省でシリコ玉って何？お尻から玉が出た。うん、ちょっとやばいっすねこれ。これ前ね、福崎の駅前にあったやつですね。私もこの前で写真撮りました。アマビエさん、アマビエ亭さん、うん、いろいろね、お馬さんがあって乗れますよ。あらら、ガジローさんがよく乗っとる。ガジローさんが、うん、かわいいね、ガジローさん。中に何かあるのか、フォトは OK、 フォトは OK。 会社の方に、会社の方に行きましたね。何これ、グッズですか。あ、こんにちは。あれ、何屋ですかここ。ご飯屋さん、ご飯屋さんですか。あ、ご、え、観光案内所、はいはい、観光案内所でもある、はい、ああ、なるほどね。あ、観光情報コーナーがあるわ。福崎観光ガイド持って帰ろう。なんかね、今まで行ったことないようなところ行きたいしな。辻川マップやって、うん、辻川や、福ナビガイド、うん、妖怪、あ、妖怪、妖怪がどこにあるのか知りたいな。妖怪巡りしてみたいね。まあこれ持ってこか。わかりました。途中か。張り間の国だけ、ゆかりの土地。登山はええわ。登山はええわ。幹や住宅も、これでっかい住宅でね。まあ行ったことあんねんけど。あ、神社文化区のところを持っていこうか。まあ、そんな感じですわ。なんかグズ売ってたり、何するとこなんかいまいち、まあご飯も食べれるいう感じで、なんか、え、カッパカレー570円、カッパサイダー、カッパサイダー前買ったな、福崎の駅で。福崎の駅前はまた行ってみたいな。よく売ってますね、山の分。そんなんあるやん、山の分か。山の分ちょっとレビューしたいな。まあこんな感じでいろんなグッズがね、あんまり店の人を脅かしたらあかんから。ガジローね。それとほら、ここでご飯食べてんね。ご飯食べれますよ。今日ね、拡大してみてください。これは何か、トイレか、トイレ切れそうや。トイレも行けるわ。のれんがよろしいね、のれんが、かわいいお姉さんがこんにちはいて、まあ向こう回るの恥ずかしいからこっちから出よう。さよなら。よいしょ。まあそんな感じですね。まあ皆さんまたおいでください。